と待ってね。できた。バラのギフトありがとうございます。あ、クマさんのギフトありがとうございます。めっちゃ暑いんですけれど、めっちゃ暑い、暑すぎるよ。私暑がりみたいです。めっちゃ暑い今日も。めっちゃ暑いんですけど、長袖着てるからかな、なんかここの家だからかな、家だからかな。暑い、めっちゃ暑い。福岡涼しいよ、だって羨ましい。東京寒いだって。いいな、早く涼しくなってほしい。名古屋だから暑いのかな。エアコンはつけてないです。エアコン代節約のため。暑いな、でもメタメタ暑いね。後ろの文字見えてますか？めっちゃ暑いよ、私だけ？今日はちょっとまだ時間が早いから、カラオケしようかな。髪の毛伸びてる。ちょっと冷房つけます。ちょっと無理です、暑い、神様ごめんなさい。神様許して、冷房の神様。冷房の神様に感謝。エアコンつけました。今日バズらせますだから放送なので見たいんですけど、24時40分からだから仮眠取ってみようかな。今日朝からレッスンだったので今日も早起きしたんですよ。だからちょっと眠くなっちゃいそう。でも早起きっていいもんだ、一日が長いもんね。一日が長い。今日レッスン行きます。レッスンリハーサルしました、しました。寝過ごさない、アラームかける。絶対自分が出た時はリアルタイムで見たい。自分が出てなくても私結構ほぼ毎週見てて、結構ね、横あのあれ夜更かし得意なので。くまさんのギフトありがとうございます。小判のギフトありがとうございます。コン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 、髪伸びたね。でももう髪切り屋さん行くのもなかなかあれなので、お金もかかるし、なんか行くタイミングがないから伸ばします。別になんか髪の毛伸びる分には別に構わん。私バラエティ番組に出るのがずっと夢だったので、バズらせます始まった時からずっと見てて、まさかね、ロケに参加させていただける日が来るとはちょっとね思わなかったんですけど、ファンの皆さんに。でも今日見てほしいような、見てほしくないような。だからなんかどんな衝撃映像が流れても私のことを嫌にならないって約束できる人だけ見てくださいっていうぐらい、わかんない、結構ロケ頑張ったんですけど
頑張ったんですけど、衝撃映像が流れるかもしれないので、でもまあわかんないです、カットされるっていうか、なんかどういう風に編集していただいてるかわからないんですけど、嫌いにならないといいと思いますね。嫌いにはならないでしょうと信じています。本当に全力で頑張った、楽しかった。くまさんのギフトありがとうございます。今日はいっぱいクマが来る。熊崎さんと昨日公園出たよ。熊崎さんは池田のことを池ちゃんって呼んでくれて、すごい優しくて、なんかもういつどの瞬間も可愛くて、なんかすごいいつもキラキラしてて憧れ。かにゃんこんばんは。洋服おしゃれだね。ファンの方にプレゼントでいただきました。そうおしゃれなの。今日川島にもね、服かわいいって言われた。でも川島の服も本当にかわいくて、お互いの服褒めてました。今日ね、今日ねご飯食べたんですよ、メンバーと。チキン南蛮、誰と食べたでしょう。全身みたい。全身はちょっと立つのがちょっとめんどくさい。めんどくさい。こんな感じです。4人で行きました。あとの3人を当てられた人はいるかな、いるかな。カイニャン真面目だから大丈夫。え？真面目ですかね。真面目かもね。モモのアバター、え、欲しい欲しい。モモいつ来る？いつショールームやる？絶対行く。ちゃんとメンバーのブログをチェックしてるよって方はもう答えが書いてあると思いますが、いかがでしょう。おじさんから声でもかけられたんだ、少しは寂しさ消えるかな。正解はキャとフとカワチマでした。ね、もものアバターかわいい。手書きかな、かわいい。あれみたい、あられちゃんのさ、うまるみたい。カイナに恋しそう、してください。キュン。最近爪伸ばしてます。キュン。キャッツさんとフさんとカワチマと行きましたよ。あられちゃん、ピッピーピッピー。うんちゃうんちゃ、あたしの腕巻きあんだね、くるくるメガネの女の子、本当はこれないしょ、ロボットよ。池田の大好きな大島優子さんの、あ、ガッちゃんか、ガッちゃんか。おじ、大島優子さんがなんかモノマネしてたやつのマネしてました。ピーピー、それしかは知らない。知らないんですよね、別に。あの、はい、とりわけあの詳しいわけではなく、
ギフトありがとうございます、嬉しい。で絶対ももたんのギフトもらおう。Wi-Fi の調子がね、あんまり良くないよね。Wi-Fi の調子悪子ちゃん。なんか白いな、白飛びしているな。実際こんな私肌白くないですからね。うん、ぜひぜひぜひっていうか、ぜひ知ってください、私は白くないんですよね。最近眉毛描けるようになった。サシババーガー食べたことある？ありますよ、美味しいですよ。なんかね、ソースの味が美味しいんだよね、サシババーガーって。やばい、お腹すいたよ、お腹減った。何食べようかな。今日お昼めっちゃ食べた、アイスも食べちゃった。熊崎さんと仲良くなりたいな。人見知りだから話しかけれない。お腹グーグー、お腹グーグー、お腹グーグー、ぐるぐるピーマン。顔丸。劇場公演ゆずきさん出てた。そうなんですね、そうなんですよね。私の昨日使った着替え場が伊豆木さんの着替え場、あの今日の伊豆木さんの着替え場。なんか置き土産置いとけばよかったかな。池田がね使った着替え場、着替えるところが一人一人あるんですけど、そこね昨日使ったところがね、私がね昨日使ったところが伊豆木さんの今日の着替え場だよっていう、ただそれだけなんですけど。嬉しい、綺麗に片付けとかやっぱやったな、もうちょっと片付けとかもやったな。いやなんか公演終わったら次の日のなんか着替え、次の日のそこ使う人の名札が置かれるんですけど、それでゆずきさんのやつがね置いてあった。だからあ、ここや、明日ここやって思いましたっていう報告です。なんでお腹って減るの、なんでお腹減るんやろうな。ゲセヌ、ゲセヌ。おたけびをあげるんだ、愚かな人間踏みつぶせ。
月さんの着替え場には里加穂さんからのメッセージが書いてあるんですよ。なんだっけな、ゆずさん大好き2回公演お疲れ様です、なんか結婚しましょうみたいな。高尾さんもめっちゃ優しい、なんかもう先輩みんな優しすぎて、なんか池田嬉しい。洋服おしゃれ、これファンの人のセンスよ、ファンの人がおしゃれだから。いつもありがとうございます、池田に服を恵んでくれて。はそろそろカラオケしようかなと思ったり思わなかったり。21時までにしようかな。何歌おうかな、ちょっと見てみなきゃわかんないから見てみるね。カラオケちょっと地味に恥ずかしいんですよね。カラオケのやり方忘れた。なんかじゃあ自分が出る公演とかね。それ真剣に見てるからちょっと、これにしよう。え、これ歌っていいのかな、別にいいよね。ネタバレでもなんでもない、もう分かってることだし。ああ聞こえますでしょうか。聞こえますでしょうか。では歌いたいと思います。いきます、どうぞ。
私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日チャンスの幕が開く一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある思うように歌えずに自信を失った日もあるいつもライバルが輝いて見えた夢は朝の中に少しずつ咲いてゆく花その動力決して もしもーし暑っ。初日ってメンバーの時から好きな曲だったんですけど、あ、メンバーの時からじゃないわ、ファンの時から好きな曲だったんですけど、メンバーになってから聴くとまた改めてすごいいいですよね。いい曲ですよね。いいねのギフト、馬のギフト、ミラーボールのギフト、尊いのギフト、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。うん、何しようかな。パジャドラで入ってる曲がね、なかったりする、入ってなかったりする。ね、そう、入ってなかったりする、入ってないものが多いですよね、意外と。ね、全然入ってないよ全然ね、入ってないです残念ながら。
なので、なんだろうな、尻尾もね入ってないよね、意外と、意外と入ってないのよ。二人乗りの自転車ね入ってないのよ、意外と、本当に意外と、意外とばっかり言ってるけど、結構公演曲ってね入ってないんですよね、残念ながら。うん、うん、入ってない、全然。何がいいですか？ 48 とか坂道とか、だ、どこまでいいんだっけ、イコラブ、なんで、まあイコラブさんとかあんま分かんないけどね。ハジャドラもない、天使の尻尾ないね。秋元さんのだったらいいんかな。前川清さんあかんやろ、前川清さんちゃうやろ。パレを聞きたい。懐かしい。
何にしようかな。公園の曲、何が入ってるかな。絶対入ってないよね。絶対入ってない。これ基準何なんだろうね。入っとるのと入ってないの、入ってるのと入ってないのの、ね、基準が分かんない。いや入ってないですね。全然入ってないですね。意外と全然入ってないですね。俺得入ってないですね。残念ながら。恋とは発見なんだ、誰も知らない秘めた楽しみ、そうさ自分にとって最高見つけること、他の人にはまるで興味ないようなマニアックなことでも。じゃあみんなのコメントから見ます。みんなのコメントからちょっと見ますね。僕の太陽、ちょっと待って順番に、じゃあワンコーラス一番、あ、マイク入っちゃった。ミラーボールのギフトありがとうございます。たくさん嬉しいです。ありがとうございます。イエーイ。じゃあみんなのあれから見ていきたいと思います。
ペーストから目についたやつ入れていくよ。あ、かわいいのギフトがピヨンって出た。ありがとうございます。ボールのギフトありがとうございます。パチパチ拍手。リクエストもらっても入ってなかったりするよ。早くいいコイン入りたくなってきたってね。お客さんが入れるようになったら絶対に皆さん見に来てくださいね。私のもうなんかね、いいなんです。私なんか実感なかったけどさ、なんか、うん、ありがたいですね本当に。シャッターの女神入ってるよ。たくさんありがとうございます。音符もありがとうございます。
嬉しみが深いです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。じゃあまたあれリクエストから探していきたいと思います。いや本当に48の曲はいい曲だ。もういい曲がいっぱいだ。いい曲まみれ。くまさんありがとうございます。可愛い系の曲、可愛い系の曲ね。そうだな。やったことない曲だったらあんまり裸足の女神裸足の女神よ傷を隠さないでいいよ。ピース。あ、わかった。え、何にしよう。ちょっと待って、分かってなかった。もうね、時間もいい時間になってきたからね。ちょっと慎重に選んでる。何がいいかな。そう、いい時間になってきた。ちょっと仮眠取らないとさあ、仮眠取らないとバズらせますまで起きてられない。これの端のそば、なんかよく歌ってる気がする。でも好きなんだよ。うん、悲しい。ちょっと待って、あるかな。あるね。絶対仮眠取って絶対起きる。ます。悲しい。
じゃあ次でラストにします。ラストこれにします。イエーイ。多分みんなねイエーイってなると思う。イエーイって。次が最後になります。カニ。いい曲ですね。私公園に
出るたびに本当に SK フェスティバルの曲全部いい曲だなって思って、なんか未来が目にしみる一番最後の曲で、すごいなんかの公演終わりにそれ覚えてたんですけど、初アンダーの時なんかね、全然もう感想のダンスとか覚えられなくて、なんかすごいもう本当に泣きそうになってたんですよ。でもそしたらなんかその時なんかエゴさんもなんかE公演に出た時があったじゃないですか。それで大丈夫だよって声かけてもらって、それを今ねめっちゃ思い出した。本当になんかもうなんかね、今ちゃんとなんか振りをちゃんと覚えて公演に出れてて、なんか本当に本当に初アンダーの時は本当に時間がなくて、もう当日とかに先輩に聞いたりして、本当にもう3日ぐらいしかなくて、もう本当にもうあれだったんですけど、なんか今はメンバーとしてなんかチーム E のメンバーとしてなんかいい公演で出てるのが本当になんか自分でもなんかびっくりしててで、なんか昨日なんかこれちょっとね、かなんかね、川島がすごいなんかめっちゃいい子なんですけど、本当に川島いい子で、なんかあんなになんか大変そうにしてた池田がなんかステージに立ってなんかチーム E でやってるの見たらなんか泣けてきたって川島が言って、本当にもう優しいと思って、チマニャンの絆チマニャンの絆チマニャンの絆感じちゃいましたね。やばいですよね、本当にいい同期を持ったね。うん、本当に、うん、チマニャラブですね、うん、本当にそう、みんないい話だねって、うん、そう、なんかそう、本当にそれを言われた時に泣きそうになっちゃって、なんか川島はなんか池田のファンの人と同じ気持ちだよって見てたって、昨日2分間 MC だったんですよ川島。え、なに、エゴさんがカイニャンをペットにしたいってえ、なりたいなりたいエゴさんペットになります。なにエゴさんに飼われたらもう私嬉しい。だってエゴさんまあ、本当に優しいんですよ。私が本当に覚えれなくてもう本当に切羽詰まって泣いてた時に泣きそうになってた時に本当に支えてくれて、 K2 のアンダーの時も褒めてくれたりして、本当にエゴさんもベッドなる。エゴさんかわいい、エゴさんかわいい、え、二つ結びしてる、なんで、エゴさんかわいい、なんで私の話してくれてるの、好きです。エゴさん、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 かわいいです。エゴさん、エゴさん、かわいいエゴさん、エゴさん、かわいい、かわいい、エゴさん、エゴさんかわいいよ、かわいい、え、楽しみです、私も、かわいい
ごさん。エゴさんはもう K2 のアンダーの時とかもうね、私が苦手、ダンス苦手なんですけど、良かったところとか言ってくれて、エゴさんがいたからアンダーも頑張れたし、いい公演も頑張れたのも優しい。泣いてない、泣いてない、エゴさん優しい、好きピー、かわいい。泣いてないです。泣いてないですよ。いや天使ですね、本当にエゴさんは。鉄男の時も、鉄男の時も教えてくれたし、しかも優しい、めっちゃ相談乗ってくれて、私が困ってる時とか。可愛い、ちょっと見てほしいエゴさんのこと。かわいい。ちょっと人見知り発動しちゃう時もあるけど、エゴさんに話しかけよう、頑張って。本当にお姉ちゃんです、エゴさん。エゴさん、お姉ちゃん。あ、そういうこと？なるほどね。かわいい。キュンです。ちょっとやめてください。ちょっと伝達しないでください。私の言ってること恥ずかしいな、もうピエン。そうなんですよ。喋りかけよう今度から。あれ、かわいい。キュン。ありがとうございます。そう、今日は仮眠しないといけないのでバズらせます。だから、みんなありがとうございます、伝達してくれて。かわいい。仮眠ね、できね、なんか、いやでも今からお風呂入って仮眠取って、みんな、私ツイッターでつぶやくのでバズらせますの時間になったら、12時ぐらいに起きて、それから対策ツイートして、対策をして
行きたいと思います。あの放送されない地域の方はロキポっていうアプリがあると、ロキポっていうアプリを入れると、見られます。3人じゃない、3人じゃない、いや1日後に見れます。1日後に見れます。いやー、もうあるものを、あるものをあるある、まるまるしたりまるまるしたり、私は本当にアイドルなのか、本当にアイドルじゃないです、私アイドルじゃないって、アイドルじゃなくなりましたっていうぐらいいろいろなことをさせてもらいましたので、本当にこう怖いんですよね、見るのが、本当に見るの怖いんですよね、もうドキドキ、もうドキ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 、ドキ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 してます。いや見るの怖いな、みんなに嫌われないかな、みんなに嫌われないかな、不安だな。そうでも NG なしと決めたので、そうやっぱりいただいたお仕事は何でも全力で頑張ろうって決めてるので、もうその頑張ったところをみんな見てくれたらいいと思います。まあみんなにはね嫌われないと思います。池田楓が、うん、池田楓がバズりますように、ありがとうございます。バズりますように、ぜひ YouTube の、YouTube に上がってる、何ですっけ、あれを見て、あれを見てください、あれなんだっけ、予告を見てから、予告を見てから見てください、予告をいっぱい見てください。いやーどうでしょうね、前回のドッキリから成長できたのでしょうか、ということで仮眠をね取らないといけませんので。なんかね、私はすごい人見知りだし、なんかあんまりこう、人に甘えたりする、甘えたり話しかけたりとかするの全然なんか得意じゃなくて不得意で、あの人と喋ることがなんかすごい苦手だったんですよ、学生時代とか。でもなんか SKA の先輩とかはもうなんかお姉ちゃんみたいな感じで、なんか自分から話しかけれなくてもなんかたまに話しかけていただいたりするから、それで少しずつ私はお姉ちゃんが増えていると、増えるといいなって思って、私お姉ちゃん欲しかったんですよ、お姉ちゃんいなくて弟しかいないから。でもなんかキャさんとかふゆちゃんとかさやかちゃんとかお姉ちゃんです。お姉ちゃんです。わー今日めっちゃたくさんありがとうございます、ギフトがありがとうございます。にぎやかですね、すごく。キスして損しちゃったわ、マジで恋してた私、優しい目をして愛をささやいた。
仮眠取るのでお風呂入ります。4700人ありがとうございます。ふふ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 、ありがとうございます。カエニャンも素敵な先輩になれるよ。なれるといいな。じゃあお風呂入って仮眠取れないかもしれない、取れないかもしれないけど絶対リアルタイムで見ることをここに誓います。そう、ジュッキちゃん、そうジュッキちゃんといえばちょっとね、最近もうね、もうミレイちゃんを見るたびにね、もうね心がね、もうキュンとするんですよ。かわいいね、かわいいね、もうね、かわいい、もうみんなかわいいんですけど、そうみんなかわいいんだけど、昨日2分間 MC で会ったんですけど、一緒にねお弁当を食べたんですけど、かわいいね、かわいいね。で今時の子供は携帯電話持っとるからすごいよね。池田はさ高校1年生で持ったんですよ携帯電話を。でもミレイちゃんって小学生だっけまだ。でもね携帯持ってるからやっぱすごいなと思って、最近の若者はすごいなって思って。でミレイちゃん可愛いんですよ、礼儀正しいしすごいいい子だよね。ランドセル紫だし、私はね薄ピンクでした。ミレイちゃん何歳？ 11歳だっけ、若っ。え待って、9個下なんだけど、え9個下、やばやば、ミレイちゃんのお姉ちゃんになろう。なれないか、私頼りないもんね。たぶん可愛いんだよ本当にミレイちゃんね、本当にね礼儀正しいしね、一緒に青が出れるからね嬉しい。まさかね出れることになるとはね、急にね出れることになると思わなかったから、本当にね、まさか10期の子たちとねできると。そうランドセル紫ってすごいよな、可愛いよね、高校生から。そうなんですよ、中学生までは携帯なんて持ってませんでした。まあいらなかった、あんまり。なんかその時はなんかいらなかったっていうか、なんだろう、公衆電話があったからね。公衆電話があったからね、私のランドセルは薄ピンクでした。可愛いんですよ私のランドセル、ね、意外と私のランドセル可愛いんですよ。ミレイちゃんメンバーになってからスマホを買ってもらったみたい。え可愛い、可愛い、そうなんだ、可愛い。私ダイヤル式の公衆電話使ってました、こうやってこうやってするやつ、かわいい。みれちゃん何してもかわいい、生まれてきてくれてありがとう。もっと仲良くなれるといいな、ほんとかわいい。かわいいしか言えん、どうしよう、かわいい。みれいちゃん早にゃんきらん。ペケベル？ポケベル知ってますね、お母さんとお父さんから話聞いたことある。愛してるのサインみたいな、昨日豚さんをさランドセルから出しとったよ、かわいい。はあ、サンリオショップ行きたいわよ。
あ、今日ツイートしたのでいいねとリツイートとリプしてください、お願いします。ブレーキランプか、ポケベルじゃねえポケベルじゃねえよ。ランキング読めましょうか。いやー5000人いきそうです。皆さんルームフォローしてほしいです、お願いします。100万円あげませんけどルームフォローしてほしいです。フォロワーさん5000人行きたくて、フォロワーさん5000人行ったらなんかやりますのでやってください。あ、フォローしてない方ぜひグッドボタンとルームフォローボタンお願いします。でも初見さんの方じゃないとルームフォローもうすでにしてるよって方が多いのかな。5000人への道は長いですよ、なかなか。みんなフォローしてください、お願いします。そう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 、早くして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 早くフォローしてください、フォローしてください、ヘイヘイ、フォローしてください、ヘイヘイヘイ、お願いします、スススススス、フォローしてください、サイサイ、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あ、もうしてるって方が多いね、増えるといいな、一人でもお願いします。そう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 、それではランキングをね読みたいと思います。イエーイ、ツイッターシェアありがとうございます。13位から見ます。13位、あ、3、12位、あ、3、11位は3、10位ほ3、9位ご3、8位え3、7位ひ3、6位パー3、5位やーさん、4位けーさん、3位りーさん、2位しーさん、1位しーさん、ありがとうございます。22位たーさん、ありがとうございます。75位るる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 るなさん、ありがとうございます。見てくれてありがとうございました。また長時間できるときは長時間やった方がいいのか、そうか、目に、そうなのか、目に止まりやすいんだって。ありがとうございます。じゃあ絶対起きてるかどうかツイートでツイートするんで、起きてたら、起きてたらもうすぐ始まるよっていうのと今見てるよってツイートする予定なので頑張って起きときます。ということでまたね、ありがとうございました。今日バズらせます24時40分からです。見てください、バイバイ。